友永正夫は、日本の実業家。長崎県大村市出身で、新税学院から、関西学院交渉へ、高長、株式会社副社長、相談役を経て、母校である、関西学院大学理事、仙狩 CC 理事長、関西ゴルフ連盟常務理事、茨城 CC 理事、成尾 GC 理事都市、関西学院大学、関西ゴルフ界の発展に寄与した人物である。 大正11年関西学院交渉卒業。関西学院体育会のモットーである、ノーブル・シュタバーネス・日にある不当不屈の精神は、大正9年関西学院交渉定休部首相であった同志が、ライバルの神戸交渉定休部に乾杯した時に、定休部部長であった、畠館三教授に、この悔しさを忘れないために依頼して作られた、モットー、語である。 後列左スーツ姿が、畑館三定級部部長、右隣が、首相の朝長正を卒業後、高首相、株式会社に入社。イギリスインド支店時代の1927年には、全インドテニス選手権大会にて、シングルダブルス、ミックスダブルスの3冠優勝、1927年全インドテニス選手権、大会3冠 優勝1929年には、西インドテニス選手権大会シングル優勝も果たす。後に、天津支店長、戦後は、東京支店長、副社長、相談役を歴任する。また、関西ゴルフ会発展に貢献し、母校関西学院大学によるゴルフ場、仙ガリカンツーリークラブを学院関係者、学生時代よりの友人である、J.E. クレーン氏。 アマリサブロー氏と共に創立会場に導き、その中心人物として、初代キャプテン、三代目理事長を務め、ミスターセンガリの名で呼ばれた。1964年日本に初めてティフトン芝を、アメリカより輸入植え付けをし、初めてコース全体に、自動バルブスプリンクラーを設置したのも同志である。ありがとうございます。